優勝戦六号艇の本田博和選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。順位。勝戦は五コースからコンマ一丸のスタート。まくり差しからの二着で輸出ということになりました。この順位を振り返って、いかがでしたか？はい、えー、スタートはかなり様子見てしまったので、はい、まだ明日は。 ちょっと全速でいけるようにしたいです。はい、足の方なんですけれども、前半のレースはスタート遅れからの差し1着だったんですが、この準優までで変化はありましたか？前半と比べるとだいぶあの出足関係良くなったなと思います。はい、前半は1着でも感触としては良くなかったそうですね。内容は良くなかったし、はい、体感も良くなかったですね。はい。 プロペラの方はずっともらったままで走ってらっしゃったかと思うんですが予選途中はい、えーはい、昨日のレース終わって初めて叩いてき、はいえー、今日の1走目があの叩き替えての1走目でした、はい、あれはだめでまた調整し直して、ねはいはい、この準優勝戦でいいところが出たというのはどの部分になりますすかねねそうです、ね、ターンマークぐらいからこう前に進んでいく感じが出てきたので、はい、そこがいいんじゃないかなと思っています。はいではじ 順位を終えて優勝戦向けてはここをプラスしたいなとかっていうのはありますかそうですね、もう少しその中間から直線にかけて、はい、もう少しだけ上積みあればいいかなと思います、はい、外から展開をズバッとつけるようにと、はいはい、スタートの方は、これは調整が合えば、問うん、まああの、いける範インでいこうと思います、はい、これも練習しながら、当日の起用に合わせて、スタートもつかんでと。はい はい、わかりました。今年はこれが11回目の輸出で、前回の優勝は昨年11月の浜名湖となっております。優勝戦向けての一言お願いします。はい、えー、優勝できるようセーパーしています。応援お願いします。